No. Underline I, INZM が生バンドで進化。メンバーの熱量が伝わる神ライブ。特に d j アイゾアのスクラッチとバンドの演奏が絶妙に絡み合い、曲のダイナミズムを最大限に引き出しています。No. Underline I の INZM のハイパーバンドライブ MV が公開されたことで、多くの音楽ファンの心をつかみました。この楽曲は、 ロックとヒップホップを融合させたミクスチャーロックがベースになっており、バンドの生演奏とラップが見事に交わることで、これまでの音楽スタイルとは一線を画しています。INZM はもともとパワフルなサウンドが特徴ですが、今回のハイパーバンドライブ m v ではその迫力がさらに増し、視覚的にも音楽的にも深みを増したパフォーマンスとなっています。ライブパフォーマンスにおいて、 生演奏はその瞬間だけの一体感や独特の緊張感を生み出す要素として非常に重要です。生バンドとの共演で、平野翔、神宮寺優太、岸優太の3人が放つエネルギーは、映像を通してもはっきりと感じ取ることができます。バンドメンバーの旬、b a 5ニューオールド過ぎ、GT コールドレイン後継、COK 高し、GT マスオ。 ドクターバックドロップボム d j アイズはスクラッチといった実力派プレイヤーが揃い彼らの演奏に合わせて3人がステージを駆け抜ける姿は圧巻です INZM の特徴的なリフから始まるイントロがバンドのサウンドとともに徐々に高揚感を増していく様子は見る者の,の期待を一気に引き上げます特に d j アイズはのスクラッチとバンドの演奏が絶妙に絡み合い曲のダイナミズムを最大限に引き出しています このような瞬間は、録音された楽曲では味わえない、ライブならではの魅力です。そして、迷ったらいつだって右左の部分でバンドが一瞬静かになり、平野のボーカルが際立つシーンでは、音楽の中の「ド」と「シズ」が効果的に使われており、観客の心をぐっとつかむ瞬間となっています。また、テンポが一度落ちる箇所では、原曲よりもギターの重厚なフレーズが強調され、 神宮寺と騎士のラップがよりクリアに聞こえるようになっています。彼らのラップは原曲よりも一言一句に重みが感じられ、その技術の高さが際立ちます。続いて、平野の低音ボイスが光るクールなパートに移行しますが、この部分は彼の歌唱力が最大限に発揮されており、音源よりも抑揚が強調されている点が非常に印象的です。騎士のパートでは、バンドと縦のラインがしっかりと合い、 彼の歌唱にも深みが増していることが明らかです。そして、このバージョンの最大の聞きどころは、曲の終盤でバンドメンバーと共に激しく畳みかけるラストブロックです。この部分では、バンドのエネルギッシュな演奏と3人のパフォーマンスが一体となり、観客を圧倒するほどの迫力があります。こうしたライブならではのダイナミズムは、原曲とは異なる魅力を引き出し、新たな音楽体験を提供しています。 今回のアレンジが最初から構想されていたのかどうかは不明ですが、楽曲に新しい息吹を吹き込むことができたプロデューサーの神宮寺の手腕は見事と言えるでしょう。生演奏によるパフォーマンスには、決められた BPM のトラックに合わせて行うのとは異なる緊張感や技術的な難しさがあります。しかし、ナンバーアンダーライン愛のメンバーはその瞬間を楽しんでいるように見えます。彼らが大切にしているのは、 ライブの一瞬一瞬を感じ取り、観客と共にその場で音楽を作り上げていくことです。これは、その一瞬だけというライブ感を最大限に引き出し、観客との一体感を深める要素となっています。また、彼らが音楽を楽しんでいる姿勢が、パフォーマンス全体に反映されており、ファンの心をさらに掴んで離さない理由の一つでしょう。今回のハイパーバンドライブ MV は、 9月23日にリリースされる No.1&I のファーストフルアルバム「NO1」にも INZM ハイパーバンドバージョンとして収録されることが決定していますこのアルバムがリリースされる日には CDTV ライブ,ブ TBSK に出演しパフォーマンスを披露する予定です生放送での初パフォーマンスが予定されているためアルバム発売に向けてさらなる期待が高まっています 彼らがこのバンドバージョンをどのようにステージで再現するのか、そしてライブでの一体感がどれほどのものになるのか、ファンの期待は膨らむばかりです。また、ナンバーアンダーライン愛が生バンドという新しい武器を手にしたことで、彼らの今後の音楽活動にも大きな注目が集まっています。ダンスやラップとバンド演奏の融合は、今後の音楽シーンにおいて新たなトレンドとなる可能性があります。実際、 ヒップホップや EDM が主流となっている現在の音楽業界において、ロックバンドの生演奏が再び注目されることは、非常に興味深い現象です。ロック自体が一部では、絶滅危惧種とも言われる中で、こうしたミクスチャーロックが新たな音楽の形を提示していることは、音楽ファンにとって大きな希望となるでしょう。さらに、INZM のバンドバージョンは、ロックとヒップホップの両方の良さを引き出すことで、 異なるジャンンルの音楽ファををも引き込む力を持っていますロック好きとヒップホップ好きが一緒に楽しめるこの楽曲はまさに今の時代にぴったりの融合スタイルです。音楽フェスでこのバージョンが披露されると一層の盛り上がりが期待できるでしょう。YouTube のコメント欄でも多くのファンが INZM のバンドバージョンを高く評価しており特に海外からの反響も大きいことが確認されています。 彼らのパフォーマンスが国境を越えて評価されているのは、ナンバー・アンダーライン愛の音楽性が普遍的であり、世界中の音楽ファンに響くものがあるからに他なりません。これからも彼らがさらなる飛躍を遂げることは間違いなく、今後の活動に期待が寄せられています。ナンバー・アンダーライン愛の音楽は、単なるエンターテインメントではなく、彼らの純粋な、音楽への愛が詰まった表現です。彼らのパフォーマンスを見るたびに、 観客はその情熱に引き込まれ、共感し、感動を覚えます。生演奏とラップが融合したこの新しいスタイルは、まさに彼らが目指す、もっと上を実現するための一つの手段であり、今後もさらなる挑戦を続けるでしょう。最後に、INZM の成功は、ナンバー・アンダーライン愛が常に進化し続けるバンドであることを示しています。彼らは一つのスタイルにとどまらず、 常に新しい音楽的試みを行い、ファンに新たな驚きと感動を提供しています。今後も彼らの成長と挑戦を見守り、応援し続けることで、さらに素晴らしい音楽体験が待っていることでしょう。生でライブを見たい、そう思わせるこの楽曲は、彼らの音楽性を象徴する一曲であり、今後のライブパフォーマンスがますます楽しみになってきます。INZM は、 ナンバーアンダーライン愛の進化を象徴する楽曲であり、そのパフォーマンスには彼らの音楽的成長と挑戦が詰まっています。このバンドバージョンによって、彼らの音楽はさらに幅広い層に届く可能性が広がっています。特に、従来のファン層だけでなく、新たにロックやライブバンドのファン層を取り込むことができるという点で、この試みは大きな成功を収めるでしょう。また、今回の、 ハイパーバンドライブ m v が公開されたことで、彼らのライブパフォーマンスに対する期待も高まっています。ライブは音楽の真髄を体感する場であり、彼らのダイナミックな演奏や迫力あるパフォーマンスを生で体感することで、ファンとの結びつきがさらに強まるはずです。ライブ会場の熱気と、ステージ上の3人が織りなす緊張感、そしてバンドメンバーとの息の合ったパフォーマンスは、映像を超えて観客の心に深く刻まれることでしょう。 また、彼らの音楽スタイルがこれほど多様であることも、ファン層の拡大に寄与しています。彼らは単にロックやラップにとどまらず、異なるジャンルを自在に行き来しながら新しい音楽体験を提供してきました。今回の INZM ・ハイパーバンドバージョンはその最たる例であり、ロックとヒップホップという一見異なるジャンルを巧みに融合させることで、彼らの音楽的な柔軟性と創造性を証明しました。 これにより、音楽業界全体にも新しい波をもたらす可能性があります。さらに、ナンバーアンダーライン愛は音楽的な挑戦だけでなく、ビジュアルやパフォーマンス面でも常に進化を続けています。彼らはファッションやステージ演出においても独自のセンスを発揮し、視覚的にも観客を魅了しています。今回の、ハイパーバンドライブ MV では、シンプルでありながらも洗練されたスタイリングと、 激しいパフォーマンスとの対比が印象的です特に平野のクールな立ち振る舞いや神宮寺のエネルギッシュな動き、騎士の安定感のあるパフォーマンスが映像全体にダイナミズムをもたらし、見るものを釘付け気にします。また、彼らの活動が国際的に注目され始めている点も見逃せません。日本国内での人気はもちろんのこと、海外の音楽シーンでも彼らの名前が徐々に知られるようになってきました。特に YouTube や SNS を通じて彼らのパフォーマンスが世界中に広がり、多くの海外ファンが彼らの音楽に魅了されています。今回のハイパーバンドライブ m v もすでに多くの国々で再生されており、彼らのグローバルな人気が今後さらに拡大していくことが期待されています。彼らがこれまで築き上げてきた音楽的な基盤は、今後さらに多くの可能性を秘めています。今後のアルバムリリースやライブツアー、 そししてて新しいコラボレーションによって彼らの音楽はどのように進化し続けるのでしょうかその答えは彼ら自身の想像力と情熱にかかっていますがこれまでの活動から見て彼らが常に予想を超えるようなパフォーマンスを提供し続けることは間違いありません。さらに注目すべきは彼らが音楽を通して伝えようとしているメッセージです。彼らの楽曲には単なる娯楽を超えた深い意味やメッセージが込められており それがファンの共感を呼んでいます INZM においても、社会や個人の葛藤、希望といったテーマが歌詞に込められており、聴くものに強い感情を喚起します。彼らの音楽は、リスナーに考えさせ、感動を与える力を持っており、これが彼らの楽曲が多くの人々に支持される理由の一つです。